どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、精霊幻想記の第11話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、セリアの本心はというところで、リオがですね、結婚式前夜に、まあ、無事にセリアと会うことができていたわけなんですが、まあ、セリアがですね、リオの前では本心を出さないようにしていたっていうところがですね、まあ、その理由ですね、理由が、まあ、リオをね、巻き込まないようにするためだったんだっていうところが、まあ、こう見ていて複雑な気分になってしまったなっていうところではありましたね。そう、まさかそういう理由でね、こう本心を明かさなかったっていうふうには思わなかったんで、まあびっくりしたなっていう話と、まあでもね、こうセリアがリオだとね、分かった瞬間にですね、まあこう抱きついてくるっていうところにですね、まあ、結構、本心出てるんじゃないかなとは思ったんですよね。そう、まあでもね、まあそういうところがすごいこう分かりやすい感じはしたんですが、まあ、それでもね、巻き込まないようにするっていうところが、まあ、すごいこう、まあ、セリアなりの配慮だったのかなっていうところですよね。またね、リオがセリアと再会してすぐに、シャルルとのね、結婚が、まあ、こう、本心からのものなのかっていうことを、すごいこう、直球で聞いていたわけなんですが、まあ、そこがね、すごいこう、直球で聞けるあたりの、まあ、勇気がすごいなっていうことをね、思ったりしました。まあ、とはいえですね、その時にセリアが、まあ、こう、女性には優しいんだっていうことをね、まあ、こう、シャルルは女性には優しいっていうことを言っていたわけなんですが、まあ、こう、なんていうかね、1話の時にリオをね、尋問していたところからしてですね、まあ、それはないだろうっていうふうにね、感じたところではありましたね。そう。なんか、絶対表裏というかね、なんか、激しい感じはするよね、っていうところで、まず、一つ目の感想である、セリアの本心は、というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくわけなんですが、カゴの中の鳥、というところで、まあ、セリアがですね、クリスティーナから、カゴの中の鳥みたいだ、カゴの中の鳥みたいであって、っていう風なことをね、言われていたわけなんですが、まあこう、シャルルといるときにですね、まあこう、セリアが全然こう、心から笑っていないっていうところからもですね、まあそれに関しては、まあ全然明らかだよねっていう感じでした。またね、こう、クリスティーナがセリアから、まあこう、笑顔を奪ってしまったっていうことに対して、すごくね、王家の人間としての責任をね、感じていたわけなんですが、でもね、それでもこう、セリアに何かあった時は協力するっていう風にね、約束してくれたというところに関しては良かったのかなっていう風に思ったりしました。とはいえですね、その時のこう、セリアとクリスティーナの会話の中でですね、まあ、さらっとフローラがですね、ユグの公爵家によって連れ出されたっていう話も出ていてですね。まあ確かにその辺に関してはすごい心配なところではあるという話ですね。まあそれとですね、シャルルの正妻がですね、第七夫人になる予定であるセリアに対して、まあこういろいろと小言をね、言ったりしていたわけなんですが、まあこう、シャルルも大概なんだけど、その正妻の方もですね、まあすごいこう大概だなっていうことを思ったりしました。まあ、なんかね、そういうところで、まあ、似た者同士だったりするのかなっていうところで、二つ目の感想である、カゴの中の鳥というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、三つ目はですね、パレードの開始というところで、まあ、結婚式当日にですね、シャルルとセリアのパレードが行われていたわけなんですが、まあこう、セリアの笑顔がですね、まあ終始作り笑いでですね、まあこう、しかもね、辛そうな感じがね、よく伝わってくるところではありました。まあでもね、リオがパレードの、まあこう、車がね、
まあ、止まったタイミングで警備を突破してセリアの方に走ってくるっていうところに関しては、まあ、結構ねびっくりしたなっていうところですね。まあ、この時にアイシアはですね、リオとは別行動をとっている感じだと思うんですけど、まあどこで何をしてるのかなっていうところが気になるところではあるという話ですね。あとはね、その直前にセリアがリオにだけは見られたくなかったっていう風にね、まあ、言って泣いていたわけなんですが、まあそれに関しては見ている側としても結構ね、まあ辛かったなっていうところではありましたね。そう、なかなか、まあ、セリアはね、確かに前日にリオと会った時に、まあこう結婚式には来ないでねっていう風に言ってたところからもね、あ、そうか、そういうところかっていうところで納得がいく話ではありましたね。またね、パレードの時にですね、シャルルがセリアに対して、まあこう、誓いのキスが楽しみだっていう風にね、言ってるところに関しては、まあこう、ちょっとね、まあゾクッとしたところではあったという話ですね。そう。まあね、なんかセリアとしてもなんかこう、苦笑いしてるところからもね、あんまりこう、乗り気ではないんだよなっていうところが、よく伝わってくる話ではありましたね。まあそういうところで、三つ目の感想である、パレードの開始というところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、シャルルとセリアの結婚パレードが行われていたわけなんですが、まあ、その盛大さに関してはですね、まあ、こうすごい驚かされるばかりといったところではありましたね。まあ、とはいえですね、リオが突入してきたことで、まあ、こう結婚式がどうなるのかなっていうところで、まあ、それが気になるところではあるという話ですね。またね、こうレイスがシャルルの結婚式をね祝いに来ていたわけなんですが、まあ、こう何かしらね裏がありそうな感じがしたんで、まあ、ちょっとレイスに関してはね注意しておいた方が良さそうな感じではありました、まあ、とりあえずね次回でリオが無事にですねセリアを助け出すことができるのか、まあ、今から楽しみですというところで、今回の精霊幻想記の第11話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第10話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はね他にも2本更新しておりまして、僕たちのリメイクの第11話の感想と、ビーチボーイリバーサイドの第12話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もね合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、明日は3本更新するんですが、死神坊ちゃんとクロメイドの第11話の感想と、月が導く異世界道中の第11話の感想、そしてですね、ブルーリフレクションレイの第23話の感想ですね、この3本更新しますんで、よかったら明日もですねラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。でですね、こんな感じで終わっておくんですが、以上沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。